このビデオでご紹介するのは、ホーム画面に表示されるウィジェットを追加、移動、サイズ変更、削除する方法、カスタマイズしたホーム画面に名前を付ける方法、追加のホーム画面に名前を付ける方法です。カスタマイズ可能なホーム画面を開くには、画面をスワイプするか、ホーム画面左の矢印にタッチします。画面にタッチするか長押しすると、編集画面が表示されます。適当な場所のプラス記号にタッチしてから、 フッターで利用可能なカテゴリーを選択します。方向矢印を使用するか、画面をスワイプさせると、ウィジェットのギャラリーをスクロールさせることができます。ウィジェットにタッチして選択すると、そのウィジェットが画面に表示されます。画面に追加したウィジェットは、タッチしてドラッグすることで移動できます。ウィジェットを別の画面に移動する場合は、ウィジェットを画面の端いっぱいまでドラッグします。追加の画面が新しく作成されていない場合は、 この操作を行うことで、新規画面が作成されます。ビジェットを選択したときや、新しい位置に移動したとき、または新しく作成したときは、サイズ変更のトグルが表示されます。このトグルにタッチして、ビジェットのサイズを変更します。ビジェットを削除する場合は、ビジェットを削除バーまでドラッグして離します。ホーム画面に名前を付けるには、画面の名前にタッチして、 キーボードでテキストを入力します。OK にタッチして完了します。新しいホーム画面を追加する場合は、画面を追加アイコンにタッチします。画面は4つまで追加できます。ホーム画面を削除する場合は、削除アイコンにタッチします。はい、またはい、e、いを選択して操作を確定します。必要な編集操作をすべて完了したら、戻るアイコンにタッチします。 カスタマイズされたホーム画面が表示されます。この機能の詳細やその他の機能については取扱説明書をご覧ください。ご不明な点についてはジャガーランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。喜んでお答えします。